こんにちは、すちのこです。さあ、ポケモンクエストなんですけれども、やってみてね、よくわかりました。まずは強いポケモンが訪れることを本当期待するしかないね。僕はポリゴンが来たんですけれども、ポリゴンがね、レベルは低いんですが、初期のね、個体値って言っていいのかなが結構高め、300-300ぐらいだったので、しかもね、シャドーボールを覚えてる。これがまた結構強いんだ。黒い塊を投げつけて攻撃ということで、しかもね、アタック今もう一個つけれるな、もう一個つけれるから本当にアタック専用みたいな、712かなり強いよね。まあ今序盤の状態なんですけれども、まあ強く、ポリゴンもかなり使えるポケモンだということが分かりました。さあ、そして、イワークなんですけど、イワークが本当にね、 HP が700オーバー、さらにもう2つ今ねレベルが上がったばっかりなので、まあ、つけれると。これまあ復活はあんまりしないけどね。これで950までいけるようになりましたよ。非常にね、結構バランスが取れた、パーティーが取れたんじゃないかなと思います。最後ね、イワークが残って、他のピカチュウだったりポリゴンだったりがやられた後に、耐久でね残ってくれて、復活を待てると。でポリゴンの強い攻撃、700、今700ぐらいあったかな、700ある攻撃で、HP は最後ね、復活した後は少ないけれども、倒すことができるみたいな感じで、なかなかね序盤にしてはバランスのいいパーティーができたんじゃないかなと思います。それでですね、いろいろいじっていると、毎日50個だったかなが受け取れると。これは本当にね大事に使っていかなければいけません。なんでかというとね、ボックス拡張で50ずつ使います。ストーンも20しかまずは持てなくて、まあ、200まで最大持てるみたいで、ポケモンもやっぱりね、最初は強いポケモン、まあタイプ関係なしでいいと思うんですけれども、まあ、後半に行くに従ってね、多分、固めていかないといけないと思います。このポケモンがボスだったら、それにね抜群が取れるポケモンで固めるみたいな感じにしないと多分ダメだと思うので、まあ、ポケモンボックスの拡張も多分これ今後ねしていかなければいけないと。で、何にねお金かかるんだろうなと思ったらですね、これポケモン呼ぶにはね、料理が必要なんですけれども、料理の材料っていうのが結構必要になってきます。まあこういうものを模様替えでつけてですね、赤色のドロップが 1.5 倍だったり、して、こういうところで、まあ、課金要素として使っていく。追加コンテンツ限定有料模様替えグッズっていうのが、出てます。これねちょっと悩みましたが、まあ、スマホ版もこれから出るってことでね、無課金でじわじわ頑張ってもいいんですが、そうするとね結構やっぱ遅れを取ってしまう。やっぱりじわ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 進めていかないといけないので、まあ課金してね突っ走って、どこでこの FS ギフト券、 FF ギフトを使ったらいいのかっていうのをね、無課金で頑張る人たちの、まあ、指標みたいになればいいかなと思います。でなかなかのお値段でしたね、パッと見ると。ハイパー探検パック、まあ一番高いやつ、確かこれ1個でね2200円、2000円以上したと思う。同時に料理をできる数、同時に料理できるんだね、何個も料理できると。でバッテリーの最大値もプラス1上がって、まあずっと遊べる感じかな。で材料のドロップ率2倍、やべえな。あ、これもうゲットできるってことだ、材料のドロップで。探検の経験値も2倍、それがこれだね、カビゴの椅子、こういうものが一気にゲットできると。なるほど、料理で複数のポケモンを呼べる確率2倍、あーすごいな。確かにこれはこれは魅力的だね。バッテリーの最大値、これ重複するんですかね、これ3つ買うと。これ行きましょうか。探検パック、スーパー探検パック、ハイパー探検パックで、まあバッテリーがプラス2になるのかな。スーパーにはついてないんだもんね。あ、スーパーにもついてる、バッテリーの最大値がプラス3。なるほどなるほど、これは行きますか。じゃあ買いますか。でちょっとね、グッと頑張って先に進んで、まあ、どこでね、この FS ギフト券を使うのが最適なのか、そしてね料理が、料理とかもね、いろいろやってどれが最高率なのかなんていうのを、まあ、見ていけたらいいかなと思います。よし、任天堂 eShop へ行きたいと思います。
まあ、最近ねバッチ取れるセンターであんまり課金してないので一丁やっちゃいますか。これトリプルセット3600円ですからね。まあまあハイパー探検パックだけにするかっていうよりは毎日の、毎日のねギフトが、多くなるっていうのでまあ一番いいんでしょうね。これがよし、じゃあ3600円で購入しましょう。ゴールドポイント180ももらったよ。さあポケモンクエストを終了してもう一度ゲームを始めると敵を OK。 これで料理が同時にできたりいろいろはかどると思うんだけどな。さあ来ましたぜ、モンスターボールの模様、効果が発動、勝手に発動するんだね。もらえる FS ギフト券が増えた。ココン名コンビの像おまけのギフト券を受け取りました。マスターボールギフト券プラス50。よし、さあ模様替えできたけどこれ変えたってことだもんね。これね、あほらほらほら、さっき見てためちゃくちゃ高いやつがゲットできました。あモンスターボールの模型とかも変えてたんだ。マスターボールも入手済みと、なかなか、楽にはかどる感じになるかと思います。おはっちょっと待って鍋だらけになっとるんだが鍋にちょっと待って模様替えも何も鍋しかないんだけど、あー置けるんだ、あひよ広いじゃあちょっとデコっちゃいますか。ファビコンベンチはこちらへ、はい、おーいいね、いい感じ。ゲンガーバルーンは、はい、ね、ピカチュウのアーチ、アーチはどこだ、アーチはここか、ここピカチュウのアーチ、ここ置きましょう。ででん、いいね、EV アーチもここででん、名コンビの像置けるかな、あ、置けないかも。ミドラン、オスメスが置けない。ラプラスプール、プール置こう、ここ水辺にラプラスプール、いいね。マスターボールの模型置こうぜ、ここに置いたわ、私マスターですから。よし、いいね、真ん中にマスターボールだ。あ、こっちにも置けるんだ端っこにハイパーボールを横に置いての、いいぞ、青色中までスーパーボール、でモンスターボールをここら辺置きましょうか。入り口に繁栄の石像、繁栄の石像やってるね。メコンビの像が置けないっていうの、あ、置けた、ここに置けた、置けました、いい感じ、いい感じ。よし、全置きしたね、これね、OKおし。で、カビゴンが来たの？カビゴンなんか強っHP 高っカビゴンでもノーマルだもんな。イワークの方がいいような気がする。ラプラス、ラプラスも耐久型だ。あ、でも技いいの覚えてんなこれ。まあ、ここら辺は無課金の人たちがもらえないので、あ、縛っていきましょうか。強いけど、これ課金しないともらえないんでね。ニドラ。課金しないともらえないのはなるべく縛っていきましょう。で、料理をどんどんやっていきます。で、レシピがあるんですけど、レシピをね、どんどんちょっと開拓していきましょう。だいたい分かってきました。めちゃくちゃにやると、適当にやるとカクコロスープ、カクコロ島のカクコロ島のポケモンの好物ということで全部来るみたいですね。どんなポケモンでも、ただ弱いポケモンとかも来ちゃうんでちょっと問題で、黄色固めしてみたらイエローカクコロカレーっていうのができました。ということは青固め赤固めっていうのがあるよね。だからまず青固めでいきましょう。これ虹のやつもあるんだよね。ここら辺がどんぐらい、レシピがどんな感じになっていくかがちょっと、僕が適当にやってイワークをゲットできたのがこれなんですよね。柔らかいもの多めで好物が少々と、あんまりここら辺のやつ安易に使うとじゃあ後で大変なことになりそうなので、さあ今回はバッテリーやっぱ増えてますね。5から8に3増えてます。なので結構、長く1回につき遊べると思う。
今回ねボスで2つ止めてあるので、まあボス2個ともやって、今回は終わる形でいきましょうか。これねまだ無課金時代にゲットしたポリゴンピカチュウ曰く、これでいきたいと思います。今ね2885なんで多分勝てるでしょう。シャドボだ。これ技出すタイミングがやっぱ結構重要かも。技の特性を知って、あポケモンがそこにいるから今だみたいな感じで出すといいよね。今一番やっちゃいけないおお、スピア、ポンパンが近くにいる。とても強そうなポケモンが近くにいる。さあシャドボを打って大丈夫か。どっちにシャドボを打つ。あピカチュウが囲まれてるぞ。10万ボルトでシャドボ、よし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 、いい位置、オッケー、よーし、あとはスピアだけ、電気ショック、そしてシャドーボール、いいぞシャドーボールがドン決まり、強い。はい勝ちました。ピカチュウはモンスターボールに入っちゃったけど、オッケー、キノコいっぱいゲットできるね。ゲットの運が必要かもしれないけどね。あらニョロモか、ニョロモの像ですよねこれ。新たな石像発見した。ニョロモの姿が彫られている。雨乞いの力だって。よしレベル2、そしてレベル3をクリアしましょう。あボスは誰だ。おおニョロボンか。いくぜ10万ボルト、そしてシャドーボール、強いぜ。あ痛い、シャドボで、シャドボでいけ、近づけろ。ピカチュウは速攻モンスターボールに帰っております。やっべえ強え。いわく大丈夫か、後ろ、いわく後ろ後ろ、なんかぐるぐる回してるぞ。やべえ強えぞ。大丈夫か、ピカチュウ、いけ、電気ショックだ後ろから。やべ結構強いなこれ。シャドーボール、電気ショック、おっ3人で一気に電気ショック、シャドーボール、よし倒しました。結構ギリギリだったかも。よし、これはどうか、ドードーの姿が彫られている。さあ伝説魔についてデータベースを探索しました。ほほ、伝説魔につながるキーになる島に眠る多くの石像を集めて伝説のままでたどり着くのだ。誰かの声だね今の。さあ来ましたと、次は24005の1と、お6まで進む。もう強いね。新しいエリアのルートを発見。はい、ということで今回はまあここら辺で終わっときましょうか。まあ課金しましたよという報告と、まあ課金してね、あそうだ料理が出来上がってるね。料理見ていこう。新しいポケモンが来てるはずだぜ。料理鍋の種類を増やす。あ、なんだろう、種類を増やして。料理用のブロンズ鍋を入手した。変更ボタンからブロンズ鍋に変更できる。必要個数、10個10個ってきつくね。レベル16以上のポケモンがやってきます。あ、なるほど、レベルが高いのか元が。さらに同じポケモンでも、HP と個体値が高いポケモンがやってくると。なるほど、羨ましい、いいね。
あ、ほら、ブルーカッコロジュース、ブルーができましたね。誰だ、ん、なんだ、目のクラゲ、毒クラゲ、目のクラゲ、よし、酔えなもうここ見ただけでもやる気なくなるよね。あ、絶対入れないと思っちゃうよね。さあ、また空になった。これちょっと材料を増やさないとダメかもね。これはホワイト、灰色たっぷり、はい、灰色のポケモンがやってくる。なんだ、何が来た、あ、謎の草か。あー、弱いお弱いポケモンが仲間になりました。まあ、まだ序盤のうちだと思うんで、後半になってくるとね、材料が必要になってくると思います。まあ、そこら辺で材料を確か入手できる、像っていうのがあったはずなので、材料2倍とかいうのもゲットしといた方がいいかもしれないね不思議花プランターすっげえ顔になってるな。まあ、ここら辺もちょっと早く買った方がいいかもしれないな。今もう材料が枯渇してる状態なので、模様替えグッズは多分買うだけでね、買うだけで効果出ると思うので、これね、もう効果発動しましたって出るので、ここら辺を まずは地道に買うっていうのがいいかもしれないですね。こういきなり2倍買わずに、で強いポケモンが出たらレベルアップや、技のやつやるといいかもしれないね。あ、何回もやっぱ同じとこ行けるんだな。これでまあレベル上げしたり素材集めたりするっていうのがまあベストなのかも。あ、逃げろ、逃げろマークかこれ。あ、逃げた逃げた逃げた、なるほどなるほど、一旦逃げろみたいな。だボスが大技使ったりするときはこれで逃げるんだ。通りでなんかどうやってこう避けたらいいのかなと思ったんだけど、これで逃げるんだね。あー、やべえと思ったらこれで逃げてボスの攻撃を避けるみたいな形だ。なるほどなるほど、よくわかりました。さあ来ましたよ。さあ10万ボルトにシャドーボール、そしてボスをよく見ておいて逃げろ。よしよしよし、今ほらよかったんじゃない、逃げたでしょちゃんと。必ずボスはくるくる回ったりするので、こん時に逃げろ。あー、逃げれなかった今うまくいかなかったよしよしよし、頑張れ頑張れ。あー、やられちゃいましたね。あ、逃げろ。おしよしよし、こんな感じでしょうね。で、シャドーボールでバシバシやられた。で、手をぐるぐる振り回したらやばい、逃げるべし。ここは一旦シャドーボールで、残念ですが、まあ、避けれるっていうのがよく分かったんで、そこはありでしょうね。ということで、倒すことができました。素材も明らかにね増えてる感じしています。しっかり素材ゲットできました。さっきのね 1.5 倍をゲットするよりは、ゲットする前と比べたらだいぶ増えたんじゃないですか。うん、増えてる増えてる。さっきとね、ぜひ見比べてみてください。これが多分ね 2倍のやつも買うとさらにね2倍になるって、美味しくなるんじゃないかなと思います。だから毎日しっかりゲットして、まあ、ここ増やすっていうのは大事ですね。だから、課金したらやっぱりサクサク進みやすくなる。無課金でも、毎日ね50はあったと思うので、確か、まあ、じっくりね、毎日ちょっとずつ起動するっていうのも悪くない楽しみ方だと思います。まあ僕はねちょっと実況動画っていうことで、まあ短縮するために課金を使ったという形ですね。これですかね、技の段数アップ。ああ、なるほど、そっちの増えるね。これはポリゴンのシャドーボールだな。シャドーボールは、当たるのも結構、大きいですし、1回の攻撃力ポリゴン強いので、ここに増やしていきましょう。これ増やすのはいいと思う。はい、
OK。 さらに攻撃力がアップできるので、優先的に高いのをつけて、どんどん強くしていきましょう。ピカチュウも確かつけれるようになってね、攻撃の次は112。ピカチュウなんかよくね倒れやすいので、本当は、ボーナスがついたやつ、こういうのね、急所に当たる、あ、これは違うな、こっちだな、自然回復アップ、これは自然回復の方は、イワークに上げていきましょう。ここは耐久型なんでね、イワークに自然回復を、セットしてあげて、あ、これ1000超えるんじゃない、これで、うわ、1000超えたよ、これミッションに関係してるんじゃないかな。いや、なかなかポケモンクエスト楽しいですね。ここら辺も、ボスに行った頃にまたね、成長、ポケモンたちも成長してると思うので、まあレアなポケモンとか出たら紹介していこうかなと思います。これからね、ちょっと、ザクッと進んで、ザクッと進んでみようかなと思います。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。